のかな。すべて消え去ってしまいました。うん、すみません。フランさん可愛い、ありがとうございます。ニコラスさんも可愛い、ありがとうございます。コウメイさん、チンアナゴありがとうございます。ミニさんもチンアナゴありがとうございます。あ、写真ありがとうございます、撮ってくださった方。そう、タグがないんだね、そのカメラの写真のタグ。なんかツアーのタグとか見てるんだけど、見てよ写真、ありがとう、嬉しかった、保存した。そう、すごいね、厳選してくれたんだ、ありがとう。もうなんかすごいなと思った。そんなにさ、めっちゃ近いわけじゃなかったの、席も。なんかあそこにカメラがあって今私を見ているってこう分かるくらいの距離じゃなかったんだけどね。みんなすごく素敵な写真を撮ってくれて嬉しかった。コウメさんハートありがとうございます。チェンさんチアナゴありがとうございます。すごくね、なんかすごいなって思いました。私は絶対にあんなにうまく撮れない十分幸せが可愛すぎました。だって今までは絶対踊れなかったの。ダメだって言われてもあっさり断られても僕はきっと平気なふりをする。恐る恐る手を伸ばして君の手と、ここ手つないでて可愛いの。手とつないで僕の切ない方がじゃ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 らじゃうんうん、恐れだけで何もいらないよ、十分幸せ。このポーズなの、みんなでね、もしツーショット会よりも先に披露してたら絶対このポーズをたくさんしたよね。楽しした、十分幸せポーズ。こっちマイク持ってましたから。可愛いね、衣装が可愛いの、もうプリキュアみたいなの、とっても可愛いんだ。絶対ね、あれはツインテールで着るのが可愛いと思う。白熊さんハートありがとうございます。フランさんもハートありがとうございます。萌えゼリフは可愛かったです、ありがとうございます。ヒロニアンさん可愛い、ありがとうございます。絶対いつかそのポーズ写真撮りたい、撮ろう。うちらはずっと最後にこうやって上に手をこもってきてからこうやって下ろす振りなんですけど、最後あの振りをもらった時はマイクを持ってなかったから、ちょっとこうやってやった後にとか言ってから、このポーズがしばらく大流行した。ニコラスさんも可愛い、ありがとうございます。ヒロニャンさんハートありがとうございます。チェンさん可愛い、ありがとうございます。メイド服だと思った。そう、なんか結構メイドさんの服って言われたんです。確かに言われてみればそうかもと思って、何風はちょっと知らないんですけど、可愛い衣装です。イブニャン推しですか、おかわいい、大好きだって。いぶきに伝えとこう、スクショしとこう。えい、あ、ここ、いぶきに伝えときますプーコはね、隣だった楽屋が。プーコに私のグミを一つあげるよっつったら、いらないって言われました。カナピそう、結構ね、なんか私はあんまりあれなんですけど、私なんかのレベルはちょっとあれなんですけど、あのさ、ちょっとさ、個人的にここはこうしたいなみたいな振りあるやんね。なんかこの振りこういうのはちょっと大事にしてんだよねみたいな、そういうのをね、結構ね、気づいてくださってる方がいてびっくりしました。そんなめっちゃよく見ないと分かんないくらいなのに気づいてくれていると思って嬉しかったでしょ。葵ちゃんさんハートありがとうございます。
その瞬間写真撮れなかったか、撮れたかな、今撮っといて。あー気づい、細かい振りのところかこのポーズかと思ったわ。そう今のスクショした、絶対に砂、じゃあ砂そうなんですよ、衣装可愛くて。衣装もね、私もすごく嬉しかったのがバディの衣装を着れたことが本当に嬉しくて、バディはジナさんが卒業しちゃうからあのやったんですけど、本当にあの衣装ずっと着たかったんですよ、超可愛いじゃないですか。したら私は結構そのバディの前が結構こう時間のあるタイミングでバディをやってたんですね。したら私はこうバディの衣装を着てこうプラッと立ってると、もう誰に会ってもめっちゃ似合うねってずっと言われて、先輩からも同期からもスタッフの方とかマネージャーさんとかからも言われて、私ってこういうのが似合うんだなと思って。ニシプーさん似合う、ありがとうございます。そう私やっぱああいうの方が似合うタイプなんですね。でもああいうのってさ、そうそう、あんまりさあの動きづらいじゃないですか、だからさ普段着れないじゃない、あんなのでさやばい遅刻遅刻とか言ってこうやって走ったらさなんかもう走りにくいじゃない、だからさあんま普段は着れないから、うんって感じですね。フランさんも似合う、ありがとうございます。ニコラさんも似合う、ありがとうございます。ヘタッピさん可愛い、ありがとうございます。そうバディは絶対シャメカーよりも前にやってたらあの一緒にしたかもなって思うくらいめっちゃ可愛くて嬉しかったです。たくさん写真撮ったよ、撮ってもらったし撮ったよ。あそうシェカラシカの衣装もね似合うって言われました。ミュンさんにあんたやっぱこっち系なんだよって言われました大阪のおばちゃんみたいな言い方であんたやっぱこっち系なんだよって言われて、チェンさん似合う、ありがとうございます。そう私は多分ね今着てるようなこれピンク系って感じよりもなんかもうちょっと大人っぽいやつの方が多分似合うんだね。私大人なのよ、もう大人やで。そんなわけだからやっぱああいうのが似合うんだねと思って。そうインスタグラム載せたんだよ、皆さんぜひ見てくださいませ。あおいちゃんさんバラありがとうございます。インスタにね鏡越しの写真って難しいの、昔リノもいたと思うけど難しいんですよ。特にねこう画面をこうやって見てるときはいいんだけど、画面じゃなくてこうちゃんとカメラ目線をしようと思ったら難しくて、ぜひ見てください。しかもフラッシュとか耐えちゃったからね、ノリノリだから私。東駒さんハートありがとうございます。葵ちゃんさんいいねありがとうございます。東駒さんもハートありがとうございます。メンバーからも十分幸せの衣装人気だよね、だって可愛いもん。でもひまわりの衣装も可愛くて素敵だった、あっちもいつか着てみたいなって思いましたね。なんか私が昔から思ってるのはあのそういうカップリングシャッフルみたいなのしたいんですよ。あのね今の多分十分幸せとひまわりは人数比が多分違うと思うんだけど、どうだろう、違くないかもしれないけど、UFO とシンデレラは同じ人数だったの、全員12人だったから交換したいなと思ったけど、ちょっと UFO 覚えるの難しそうだなと思ってすぐ思い直したわ。私は本当にあの衣装また着たいな、十分幸せの衣装着るタイミングあるかな、どっかで着れるよね、このプロモーション期間っていうの、 B さんの期間は着るタイミングがあればいいな。あおいちゃんさんだるまありがとうございます。赤いとか周年とかであるよ、私はそう信じたい、そしたら絶対たくさん写真を撮るんだって決めてます。なんか結構今回のこうね裏が暗くてちょっと遠くまで行かないとね明るい場所がなかったんですよ、めっちゃ明るいところで撮りたいなあ。次のリカーは、でもリカーはさ曲増えてからやんないとさ順位なんか変わんなくないと思っちゃう、同じような曲が1位とかなっちゃうかな、いや1位はまた変わると思うけど、本当に期待です、お願いします、みんなも見たいよね。
あれ、あかりさんの後ろのふわふわも可愛いの。とっても楽しかったな。一番楽しかったのはでもアンコールロックとか、あとは夜だけしかいなかったんだけど、ファミリーとかが楽しかった、すごく。なんかあとね、あれも好きだった、ドゥラブミー。ドゥラブミーはアンコールの時は裏で、裏っていうか端っこの方でなんかフーフーとか言って盛り上げてるんだけど、その時にずっとゆるさんとか言ってギャルピーしてたの、ずっと。なんか行ったこともないんだけど、イメージする感じでめっちゃこうやって乗ってて、ずっとこうやって二人でギャルピーしながら飛び回ってて、本当におかしい。本当にうちらがなんかもう盛り上がりすぎて、もうなんかイエーイとか言ってやってた、ずっと。ただ楽しかった、愉快だったし、ロックとかもなんかヒジーとかとなんかうわーとか言って盛り上がってたし、楽しかったな。そう、6期生のことはね、あの私が恥ずかしくて写真撮ってって言えなかったので写真をね撮れてないんですけど、でもお話はしました。あと一緒には撮ってないけど6期生の写真を撮りました、私が。そう、うん、やっぱ緊張する、写真撮ってくださいっていうの苦手なの。だから私先輩とも全然撮らない、同期と一緒に撮ることしか、同期と一緒に撮るのも写真撮ろうってあんま言えないの、恥ずかしいから、うざ、恥ずかしいからそういうのちょっと言えない。誘ってくれなきゃちょっと自分からはあんまりいけないっていうか、まあ大より追われたい派っていうかって感じです。そうなの。でもお話はたくさんしました、本当に。ゆっちーさん、タツノオトシゴありがとうございます。ゲッチューね、ゲッチュー良かったよね。なんかもう私もちょっと大人やなと思った、自分大人のお姉さんっていうイメージでした。HKT ファミリー楽しかった、なんかもうしっちゃかちゃだったの、みんながうわーみたいな感じになっちゃって。そう、でも昔までは5期生はね寂しく歌ってなかったんですけど、今回なんと歌割りが出ました。そう、今まではそう、今回先輩方がね卒業しちゃったということで、まあ、それは悲しいんですけど、なぜかうちらに歌割りをいただきました。萌え声最高だったな。別に私声萌え萌えしてないんですけど、萌え萌えすること言ったけども、あれが HKT48 だなと確認できる、わかる。なんかちょっとうるっときたもん、なんかね。そう、出れなかったね4人のグッズが持ってて可愛いの。6期生の方がねずっとこうやってタオルをねちゃんと文字が見えるようにこうやって持ってずっとやってて可愛かった。本当にね、あのあと私がずっともうテンションが上がったも下がりきらなくて、帰りのバスとかもねずっと私が喋ってるのにね全然誰も返事してくれなくて、なっちゃんさんの気持ちが分かりました。あ、私なっちゃんさんにね、あのね、なっさんって呼んでって言われてるの。でも恥ずかしくてあんまり言ったことないんです。あとあかりさんもあかりちゃんって呼んでって言われてるけど、まだ恥ずかしくて言ったことないです。いつか言いたい。本当に夜に小川さなちゃんからまだ寝てないみたいなこと言われて、昼寝しちゃって寝れないから電話しようって言われたから電話したの。しばらくしたらね、なんか友達から電話かかってきたみたいで、切るねって言われて、あ、おやすみーって、なんかすごい私振られた気持ちになりました。まあ友達ならしょうがないかと思って。ピエン、ミシプーさんファイトありがとうございます。クラーさんかわいいありがとうございます。仲良しでしょ。私がね、あの買ったシップが思ったよりもサイズちっちゃかったって話してる途中だったのに切りました。え、こんなに大きい箱だったのにさーっつって、私がそのシップの写真を送ろうと思ったの、そしたらね、あ、電話かかってきたって言って、あ、そっかーちゃん、
おやすみーっつって私のサイズを送り損ねました。372日ありがとうございます。イエーイ。ニコラスさん拍手ありがとうございます。フランさんも拍手ありがとうございます。伊藤駒さんペンライトありがとうございます。ありがとうございます。マイペース、そうなのよ、サナちゃんってマイペースなの。でも夜中だからママとかからかかってきたのかな。まあ別にママからかかってきたのか、誰がかかってきたの、友達かな、やっぱ知らんけど。それか普通に私との電話がやらだという可能性もある。私がサナにとっては多分興味ないだろう湿布の話とかするから怒っちゃったのかもしれない。白熊さん、チアノボありがとうございます。まえゆりかさんもありがとうございます。もしかして私の湿布の話が面白くなかったから切られたのかもしれない。被害妄想がある。そうだからね、悲しいんですけど、まあでも朝起きたらね、ありがとうって LINE が来てたから、もう全部許す、もう全部許しちゃう、さなちゃんのためなら何時だって起きちゃうからと思って、いう感じで。さなちゃん会いたい、久しぶりに集まんなきゃじゃないって話もしました。うちら集まんなきゃダメじゃないとか言って、高三組集まらなきゃね。前回のね会合はリノが欠席したので、次こそフルメンバーで会いたいぜ。話し合わなきゃいろんなこと、話し合うとか言ったってうちらほんとくだらない話しかしてないです。最近元気なーとか、最近どうなーみたいな、なんか多分今だったら今もツアー終わったよーとか、新しい衣装めっちゃ可愛いのとか、絶対さなちゃん似合ってたのにとか、あとまあうちらあるあるはやっぱ何かある日はさなちゃん朝何時だからねとか言って、何時どこそこ集合で忘れ物したらマジでやばいよとか、さなちゃんもう公演始まるよ早く化粧しないととかいうラインを送るっていう、突然やばいよとか言って、今日 B さんやるよとか言って、さなちゃん振り覚えてるちゃんととか言って、ポジション大丈夫確認したユニット大丈夫とかいうのを送って、さなちゃんがやばいわーっていう帰ってくる。バリ落ち着いとんのよさなちゃん、本当にやめてと思って、もっとなんか焦って、でもいじりがいがありますしね。そうなのよ、うちらそういうとこあんのよ。ノリツッコミはさ、さなちゃんがさ「ほんとだ急がないと」って「もう卒業してるわーい」とか言ってきたら、なんかちょっとなんかキャラ崩れるやん。そのノリツッコミとかはしてこないですよ、普通に乗ってくれるだけで終わる会話がパッて。楽しいよね、メンバーとね話した時がね、ほんと楽しすぎますわ。私改めてなんか HKT のこと好きだなと思った。HKT48 ファミリーいい曲だよね、実はなんかたくさんやってるからさ、あんまりさ、なんだろう、こう歌詞をしみじみ聞くことってないけど、聞くといい曲だなって思うし、今君を思うとか本当にやばい、私なんかもうやばいくらないしたもん。でも可愛かったのがね、入ったばっかりなのにね、6期生の方がね、こう6期生の方が帰ってくるときにこっちを見るから、一回帰るために、ね、目が合うんだけど、もうみんながめちゃくちゃ泣いてて可愛かった、可愛いと思って。クラウスさんスイカありがとうございます。そうで、お着替え、あ、58分に押してください。で、あのお着替え場がね、あかりさんがお隣だったんですけど、あの一期生さんたちが歌ってた曲のテートさんの曲もね、いい曲ですねとか言ったらね、もう本当にいろんなことをしてくれました。ここの歌詞がいいの、ここの歌詞がいいの聞いてとか言って、あーとか言って二人で盛り上がって、めっちゃしかった。
本当に仲良しなんだよね。なんでこんな仲いいんだろうね。でもね、結局どこのチームもこれくらい仲いいと思うんだけどな。楽屋とかもね、静かな瞬間が1秒もないの。ずっと喋っててんの、うちら。本当にずっとね、喋ってて、喋んないと、え、なんで編集したいの、喋ろうよとか言ったりとかするし、まあ、メイクとかしに行ってちょっと人が少なくなったら隣来てとか言ってやるくらい、本当仲いい、マジ、うちらって。 HKT ファミリーの最後の曲、ファミリーの最後のところでみんなが集まってる写真が可愛すぎて、でも可愛いと思いました。次は全員で出れるといいな。葵ちゃんさん、ハートありがとうございます。トミオさん、チンアナゴありがとうございます。楽屋のテンションは無理だと思います。楽屋だからあのテンションなんだと思うの。なんだろうね、監視カメラとかがついてる、なんかドッキリとか仕掛けられたら、そのドッキリの前の前振りみたいなやつで分かると。58分になったのでランキング8位、西プーさんありがとうございます。7位、ヘタッピさんありがとうございます。6位、伊藤熊さんありがとうございます。5位、チェンさんありがとうございます。4位、エウリカさんありがとうございます。3位、フランさんありがとうございます。2位、ヒロニャンさんありがとうございます。1位がニコラスさんありがとうございます。それでは皆様、見てくれてありがとうございました。ツアーもありがとうございました。こんなもんだなそれではバイバーイ、おやすみなさいませ。また明日、あ、1週間頑張ってください。